今週の格言。知識とは天に飛翔するための翼である。ウィリアム・シェイクスピア。現実主義勇者の王国最盛期。ハワリアリストパーソナリティレディオザキングダム原告ラジオ。原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、こんにちは。パーソナリティ相馬和也役、小林雄介です。そして原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、こんにちは。もう一人のパーソナリティ、ともえ犬役、河原萌えです。そして今回はゲストの方がスタジオにいらっしゃっています。来てます。誰かな。来てますよ。誰かな。私が来てます。この方です。お願いします。はい、原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、はじめまして。白役音民役の吉和幸です。ようこそお越しくださいました。どうも。こんな素敵なお部屋を陛下はい用意して。そうだよ、白夜のためにそんな狭いブースなんて使えないだろ。え、いつもはもっと狭いんですか。いやいや、いつもここです。いつももっと広いんでしょ、本当は。いやいや、広くないよ。本当はいろんな人をとっかえひっかえ呼んでおしゃべりしているんでしょ、陛下。あのさ、本当それ陛下じゃなくて俺に対しての言葉に。いやいや、陛下ですよね。陛下ですよね。ほら、ちょっともう一人のパーソナリティ固まってるじゃないですか。お久しぶりです。お久しぶりです。本当にお元気そうで。はい、元気です。はい、で何するんでしたっけ。ラジオです。ラジオの時間です。いや、久しぶりにちょっと人前で喋るんでちょっとドキドキして。本当ですか。本当です、本当です。いやいや、まあでもね、はい、現実主義勇者の国際研究もうアフレコ自体は終わってる。そうですね、終わってるんですけれども、はい、ご苦労様でした。本当お疲れ様でした。素敵な陛下でした。いや、何今日なんだこの今日のこの感じ。お互い探り合いながらね。そう、探り合いながらいきたいと思います。まあでもこう、おきつさんと僕ってもう共演させていただくことも多いんですけど。いや、おきつって言ってくださいよ。あ、おきつ。あ、ありがとうございます。いや、違うだ。なんだ今日のこれ。違う。でもやっぱりいつもおきつさんがこう、ええ、僕のキャラクターを支えてくれる立場にいてくれることがすごく多いじゃないですか。よくありましたね。なんか、そうなんです。昔懐かしい。そうです。それこそ僕の主演デビュー作の時も。初主演のあの時。そう。もう女の子ばっかの中にようやく一人あの、ね、レギュラーの男性が来た時に、全然面識なかったのにお待ちしてましたっつって。すごい勢いで。そうそうそう。お話も中盤なのに今までずっと誰も男性が来なかったんですよ。いやー、そうですか、よろしくお願いしますっつって。なので懐かしいですね。もう10年前ぐらいですかね。でもね。あ、いや、もうちょっと。8年前ぐらいですかね。8年ですか。そうなんですよ。すごいですね。そうなんです。8年ってすごいですよ。でもね、だからもう今もこうやってね、あの支えてくれる立場のキャラクターで来ていただけるとすごく頼もしいんですけど、あれ、はい、萌えちゃんとは、はい、この現場が初めて、はい、そうですね、はいはい、でしかもこの現場でも1回だけご挨拶をさせて、一番最初の時にあれですよね、すれ違いつつご挨拶しつつみたいな。そうですね。なんかいつもあの食いしん坊の人が一緒にいて、食いしん坊といつも食いしん坊がいましたね。食いしん坊といつも一緒になんか収録してるイメージが僕あるんですけど。そう、だって特番の時用の映像で最初なんですけどね。そうなんですよ、ね、最初なんですけど、あの人食いしん坊でしょ。そう。何嫌いなんですか。嫌いじゃない、大好きです。食いしん坊嫌いなんですか。大好きです。美味しいもの大好きです。ご飯があって幸せです。でも今回そんな食いしん坊さんから、はい、まあ、ちょっとリレー形式ではあるんですけど、はい、あの今回ゲストのおきつさん宛に、はい、あの質問を嘘を伺っております。どんな質問でしたっけ。何でも知ってるくせにあの人、はい、水中さんからいただいてる質問、はいはい、おきつさんが、はい、おっと思った役に立つ雑学はありますか。こんなん絶対聞きたくないでしょ。いやいや、絶対聞きたくない。違うよ。だってほら、白夜はもう物知りじゃないですか。そうです、ね、キャラクター的にね。だからそのキャラクターとの共通点という意味で、おきつさんもきっとたくさんの雑学を知ってるんだろうな。僕の知の才を、はい、知の才を確認したいと、はい、試してやがりますよ。恐ろしい。いや、すごいハードルの高い雑学を聞いてきたなと思ったんですけどね、はい、どうしようかな。じゃあ、お二人は、はい、あれですね、仮に、はい、歯が折れたとしましょう。はあ、歯が折れることがあるかもしれないですね、はい、日常、はあ、陛下ともなれば陛下ともなれば護衛はどうですか。護衛の目をこうかいくぐって暴漢が襲ってくることもあるかもしれないですよ、はいはい、そういう時に歯が折れるかもしれないです、はい、で歯が折れちゃったっていう時は、あの水で洗わずに牛乳で洗ってください。何歯をかけた歯を水で洗うと歯が死んでしまうんで、牛乳で洗ってください。で、牛乳の中に
入れて保管して歯医者さんに行ってください、はい、そしたらくっつくかもしれない。はあ、はい、でそんな都合よく牛乳がなかった場合、はい、口の中に放り込んでそのまま持ってってください。あ、なるべく口の中と同じ状況に留めておいて、そしたら僕まだ生きてるって歯は思ってくれるそうで、あ、もしかしたらくっつくかもしれない。いや、あのすごい雑学なんですけどそれいやいいいやいやみんなかなか知らんやろって思ったの。知らんけど最近ネットで仕入れた知識ですけどダメダメ、絶対この台本を読んで調べてきたでしょ、うん、いや違う違う違う、これは違いますよ。たまたま最近得た知識でなんかないかなって思って、はい、思ったんですよ。マジ、ほら僕知らなかったですもん。へ、絶対洗っちゃうでしょ、うん、汚いなって思って、確かに良くないらしいですよ。そっか、確かに、ね、人生いついかなる時何が起こるかわからないですから。そう常に視覚が狙ってますから、うん、ね、そう、危ないご時世、皆さんこれをぜひね頭の中に入れて、はい、忘れずに、うん、はい、マサアゲもちゃんと覚えとくんだぞはい、ぜひ歯が折れた時は、はい、役に立ててくださいあ、リンゴと、はい、さてこの原告ラジオは、はい、私たちパーソナリティが勇者としてリスナー聴者の皆さんとアニメ現実主義勇者の王国再建記について語っていこう、そしてちょっとだけ経済と経営に詳しくなろうというラジオです。ためになるではここからは敗者、あ、違った、原告の時間ですはい、現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ第7幕異世界内政ラジオ開幕です。現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ、この番組は原告制作委員会の提供でお送りいたします。エルフリーデン王国修法、こちらはいわゆる普通歌のコーナーです。聴者の皆さんからの普通のお便り、原作やアニメの感想、パーソナリティやゲストの方宛てのメッセージを紹介します。今週の番組前半はアニメ第5話についてです。はい、はい、こちら原告ネームベルムラさんからいただきました。ありがとうございます。俺じゃなかった、もう一度はい、ということで、ゆうすけさん、萌えちゃん、ゲストのおきつさん、こんにちは。こんにちは、はい、こんにちはアニメ第5話、ゼルリンがあっという間に、麺料理になってしまうのは笑いました、うんうん、皆さんはスライゼルリンで料理を作るのなら、うん、どんな調理法を思いつきますか。マルクスさんが毎回とてもいい味を出していたので完全退場にならなくてほっといたしましたマルクスさん大好きマルクスさん大好き、本当に、はい、本当に完全退場にはならないですよ、うんね、いないともうマスコットですから。そうですね、まあ、今回ゼロリンうどんにして調理をしましたけれども、うん、これうまいですね、絶対うまいですよこれは、うん、でも、もしゼルリンを別の料理するんだったら、はい、甘くしたいですか。甘く、ああいいですね、ところてん、あ、いいね、いいね、甘くも酸っぱくもできますね、できますね、ところてんがだったらね、あとはもうなんかゼリーにしたいですね。あ、もうそのまんまですね。そう、もうだからもうゼルリンの踊り食いみたいな。ゼルリンの踊り食いいいですね。そうですね。子供ゼルリンをね、一個一発。なかなか想像するとグロいですけど。なんか思いつくもんじゃん。いやでも私もこのお便り読んで、うん、やっぱ。それこそところてんとかくず切りとか、なんかそういう感じで黒蜜とかかけて冷たいまま食べても美味しいだろうなっていうのは思いました。いいですね、バンバンジー的な感じでこうちょっとかけて、おいい、蒸し鶏とごまだれでゼルリン合わせると多分美味しい。絶対料理する人じゃないですか。いや違います違います違います、それは違います。ゼルリンなんて調理したことない。いやでもご自身は料理されるんですか。全然、ちょっとフライパンで玉ねぎ焼くぐらいです。丸ごと玉ねぎ丸ごとでない、丸ごとでも焼きますよ。スライスしてね。料理に関する雑学とかも思ってますか。ブロッコリーはすぐ傷むんで速攻茹でて冷凍してください。冷凍、速攻茹でてください。へ、次の日には黄色くなってます。そうなんですか。本当にマジで、毎月野菜が送られてくるシステムに登録したんですよ、はい、そしたら毎月頭にブロッコリーが届いてたんですけど、うん、はいはい、ブロッコリーなんて 2,3 日置いてても大丈夫かなと思ったんですけど、うん、次の日にはもう黄色くなり始めてたんで、そうすごいね、すぐ茹でて
はい、すぐ茹でて、すぐ茹でて、すぐ冷凍して冷凍庫。だいたい冷凍してるって聞くじゃないですか、はい、ブロッコリーってなんかすぐ茹でて冷凍するよねって言って、うん、こんなに足が早いと思わなかった。なるほど。でも今のがパッと出てくるっていうのはやっぱり普段からそうですね。あれそんなことそんなことそんなこと、そんなこと苦肉の策です。苦肉の策です。すごい、今回人お便りに対して人雑学いただけるかもしれない。やめてください。じゃあ続きましては、はい、原告ネームワンダーランドさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ワンダーランドさん。はい、ゆっけさん、もえちゃん、おきつさん、こんにちは。はい、おきつです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。アニメ第5話後半は白夜の提案、はい、で休暇という名の両手に花デートのエピソードでしたね。素晴らしい。女子2人がメガネと制服でグッギャップをゴリゴリ押してきやがるぜ、うん、と思いました。ギャップっていいよね。またこの国が一夫多妻制であることが強調されましたが、強調されたんですね。小林さんと大吉さんは両手に花デート、うん、自分なら緊張なしでいけると思いますか、うん、また萌えちゃんは両手に花デートに誘われたら参加できますか。なんだそれ。どっちの手を差し出すかですね。どっちの両手だから右手側と左手側、ああどっちがお気に入りかっていうのあるんじゃないですか。ああなるほど。歩道の右側歩くか左側歩くか、歩くか、そう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 。得意な方向ってあるじゃないですか。得意なんかこっちに人が座ってると落ち着かないとか。あります、あります。うん、そういうのあるんじゃないですか。俺は別にもういいな。どっちも濃いですか。さすが陛下。さすが陛下です。ちょっと後ろにいられると殺気を感じるんで、あの真後ろ以外であればそうです、ね、もう両手、あの何だったら前でも上でも上、うん、ちょっとよくわかんないあれちょっとよくわかんないで詳しく聞いていただいてもいいですか。どういうことか。森さん、上っていうのは具体的にどういうこと。ちょっと僕は水飲んでるんで。そうですね、上こうね、もしかしたらあの僕よりもはるかに高身長の人とかが、はい、こう上からこうふんって見下ろしていたとしても、はい、ありがとうっていう気持ちになるって感じ。あ、うん、なるほど。わけが分かんなかったらわけが分かんないって言っていいんだと。そう。どうやって流そうかって考えてるのがすごい。いや、なんかそれって本当に上なのかなって思って、ね、後ろから立ってるのかなって思って。それこそ先感じそうですけど ね。そうそうそう。いかがですか、両手に花デート。いや、僕もそんな緊張して無理ですよ。もう一夫一妻でいきたいと思いますね。一夫一妻、はい、ああもう一人に全力投球。もう一人に全力、もう一人で精一杯でございますから、ね、そうなんか、もうそんな陛下レベルじゃないと。そんな上とか下とか前とか後ろとか、そんなちょっと難しい。あの小林じゃなくて相馬の話。そう、陛下の話。なんか陛下の話です、どうですか、ね、じゃあ誘われたとして。誘われたら、あ、でも、うん、あの両手に花デートっていうことなら、うん、こういきなり、まあ、人見知りもあるので、うんうん、男性と二人きりっていうよりかは女の子がもう一人いてくれた方が、なんだったら心強いかもしれないです。そういうのってどうなんですか。ちょっと二人だと緊張するから誰々誘っていいですかみたいなのってどうなんですか。ああいうそういうシチュエーションどうなんですか。どうなんですか。女性的な心理としてはどうなんですか。ありなんですか、なしなんですか。黙れ。なんでだよ。みんなにそういう知識をさ、いやいいんだよ、答えようとしてんのにさ、どんどん追い打ちかけてんだもん。そんなね、恥ずかしいじゃん ね答えんのね、そんなね。あ、じゃあ女の子だけの秘密ですよ、そんな、うん、はい、じゃあさ、例えば自分が男の人に誘われて、うん、あーちょっと二人きりだと恥ずかしいんで、もう一人呼んでいいですか、うん、って言うのだったらわかるけど、はい、例えば今度私誰々さんとデートすることになったんだけど、はい、一緒についてきてくれないって言われたら、別に平気ですね。平気、はい、おお、あ、じゃあ斜め後ろから見てるね。斜め後ろずっと、はい、写真撮ってって言われるじゃん。あ、全然撮りますね。撮ったり写真撮ってちょっと髪の毛崩れてるなって思ったら、あ、ちょっと前髪直すねってメイクさん優しい全然やりますよ。ダメだ、なんかこの話はもうこれ以上触れちゃいけない。はい、はい、では続いて、おきつさん宛てのお便りをご紹介しておしゃべりしていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、原告ネーム英国紳士さんからいただきました。ありがとうございます。小林さん、香原さん、おきつさん、おきつです。こんにちは。こんにちは。唐突ですが、小林さんとおきつさんって共通点多くないですか。え、嘘。
私が見ているアニメだとお二人は知的、クール、気品、オタクみたいなワードが似合うキャラクターを演じている印象があります。そんなお二方は今回の原告アニメを含め共演されている機会も多いかと思います。お二人はお互いにここ似てるなとか、逆にここはすごく違っているなと感じることはありますか？いやないですね。ねえねえねえないですよね。ねえないですよ。青春派ですもんね。やってるキャラは青春派だけど、陛下は青春派ですけど僕青春派じゃないんでちょっと。でも俺はやっぱ知的クール気品って言ったら興津さんだなっていう風に思います。あなた陛下今もうやってるの完全に知的でクールで気品のあるキャラを今演じてるじゃないですか。いやでもいや白夜の醸し出す雰囲気陛下以上に白夜は国威の最初ですから。いや関係ないよ。国威の最初。まあ、オタクって言うんだったら、うん、まあそうまあね変になんかのパロったりもするからオタク要素はあるけど、確かに確かにオタクがなくもうこの知、クール気品3つ合わせたもう火の打ちどころがないのが白夜、うん、あすごい白夜すごいな。なんで終わらそうとしてる。でも白夜もいっぱい本読んでるから多分オタク的気質はあるの、うん、あまあまあ確かに、うん、雑学オタク読む本なくなっちゃった、ね、ジャンルにこだわらずっておっしゃってましたもんね、うんうん、でも俺いや普通に中の人的になんか似てるなって思ったことは全然ないけど、うんうん、あります。こんなポットで現れた僕が皆さんにありますって聞いたところいやでも本当にいつも頼りに本当にアフレコスタジオにいてくれるだけで僕は安心するんですよ。嘘にしよう。本当照れる照れる、やめてください。デートします？します。じゃあちょっと後ろから立ってそうだね、ちょっと2人だと恥ずかしいからついてきてもらっていい？ OK です。お直しとかは全然するので、写真も任せてください。完全に萌えちゃんが両手に花をしてる立ち位置によってはね。そう、立ち位置によってはということであまり共通点はないということですね。では続いてです。原告ネーム相田つみおさんですかね、はい、からいただきました。ありがとうございます。いつものお二人、ゲストの興津さん、興津です、こんにちは。興津さんは僕の中では知的で淡々と喋るお芝居がツボにはまります、うんうん、ありがとうございます。今回の白夜もその一人です。 ありがとうございます。興津さんは大阪芸大のご出身であると先日知りました。そうなんですよ、はい、そしていらっしゃる、小林雄介さんも大学を卒業されちょっと見失っちゃいました。大学をご卒業されていますが、お二人は声優さんとして大学出身の良かったこと良くなかったことってあったりするのでしょうか。なんだろうね、またまたお二人に関する大学出身の良かったこと良くなかったこと。ちなみに芸大の方ではお芝居を専攻されてたんですか。放送学科っていう。まあでもなんかお芝居やってる人たちもいっぱいいたんで一緒にお芝居をやったりしたけどね。というよりもなんかナレーションとかそういうかっちりしたものをやってる感じ。いやでもなんかよく分かんなかった。遊んでた。遊んでた。遊んでた。両手に話して遊んでた。両手に花はないなかったけど、でもうんなんかうんそうですね。うん、お芝居やってました。大学で今生きてることってなんかあります？最近でもうちのその出身の方にちょいちょいお会いするので楽しいですよ、はい、みんなちょっと頭おかしい感じ。ごめんなさい今謝っておきました。なんかちょっとネジがなんかちょっと皆さんネジがちょっとなんかちょっと締めすぎなのか分かんないですけど、まあでも確かに自分の母校の、ね、卒業生と会えると嬉しいですね、うん、僕も専門学校の卒業生に会うとすごく嬉しい気分になります。あと、大学だから良かったことなんでしょうね。まあ僕は部活やってて空手部だったんですけど、すごい、そう肩とかできるんですか。あできますできます。おやってよ。いや前は折らないように気をつけてください。前は自分で久しぶりに牛乳飲みだろうから牛乳ちょっと買ってきといてください。あのタイプ口の中に突っ込みますね。そうでもそこでメンタル結構鍛えられたから、まあ、今も大丈夫なところは大きいかな。おさすがメンタルを。メンタルを、ね、今日新しい2つなんかいっぱいつくな。は
はい、ということであまりないという感じで、ね、いやでもなんか自由な時間が結構あったんでね、好きなこといっぱいできたし、うんうん、あ確かに そういうのは ね、それこそバイトだったりとか、ね、サークルだったりとか、うん、そこでのなんか人付き合いとかで得られたものってことですね。そうそうそう、いっぱいいっぱいあった。大学生だから許してもらったみたいなこともいっぱいありますしねおっと、ありがとうございました。お時間でした。はい、はい、では以上、番組前半は普通のお便りをご紹介するエルフリーデン王国修法でした。原作やアニメの感想、パーソナリティやゲストの方宛てのメッセージ、投稿お待ちしております。現実主義勇者の王国最盛期、原告ラジオ、原告ラジオ。ではここで原告制作委員会からのお知らせ。まずは放送配信情報。アニメ現実主義勇者の王国再建記は東京 MXBS11 では毎週土曜25時30分から、北海道テレビでは来週23日月曜日の放送時間がいつもより35分押しの26時25分からの放送となります。アニマックスでは毎週土曜20時30分から放送中、また FOD で独占配信中です。音楽情報です。現実主義勇者の王国再建記オープニングテーマ、水瀬いのりさんのハローホライズン、同じくエンディングテーマ、あいみさんのカザニア、ともに発売中です。どちらもぜひチェックしてください。続いてブルーレイ情報。原告のブルーレイボックスの発売が決定しています。発売日は10月13日水曜日。豪華特典に加え早期予約特典として、原作土壌丸先生書き下ろし小説がついてきます。小説には2つのお話、パルナム城の何気ない一日とパルナム昭夜曲が収録されます。さらに小説の表紙はキャラクター原案の冬ゆき先生の書き下ろしです。早期予約特典は明後日8月22日日曜日までの予約が対象となります。忘れないようご注意ください。続いて原作小説コミックス情報です。原作小説現実主義勇者の王国再建記は15巻まで発売中、コミックスは7巻まで発売中です。こちらもぜひチェックしてください。ここからはグッズ情報です。フリュー株式会社フェネックスよりリーシア7分の1スケールフィギュアが受注開始。詳細はフェネックス公式ホームページをチェックしてください。原告のオリジナルブロマイドがローソンのマルチコピー機ローソンプリントで販売中です。第1弾はキービジュアルやティザービジュアルに加えて可愛いミニキャライラストなども登場しています。サイズは L 版と 2L 版の2種類となります。また8月24日より1話から5話、オープニング・エンディングの場面写が追加予定となります。ぜひチェックお願いします。ウェブショップキンクリ堂にて原告のアクリルスタンドが発売中です。リーシア、アイーシャ、ジュナ、トモエと台座がセットになった A5 サイズアクリルスタンドセットです。詳しくはキンクリ堂ホームページをご確認ください。現在原告の作品公式応援アカウントが開設中です。白猫のミーナが原告の情報や日常を気ままにツイートしています。アカウントは原告アンダーバー PR です。ぜひフォローやリプライをしてみてくださいね。以上、原告制作委員会からのお知らせでした。引き続き原告ラジオをお楽しみください。現実主義勇者の王国再生期、原告ラジオ。さて、番組後半は改革をテーマにした投稿コーナーです。今回のコーナーはこちら。現実主義庁舎の家庭再建記。再建しましょう。はい。するって言ってる。はい、こちらのコーナーでは家庭の節約術、我が家だけのローカルルールなど、庁舎の皆様からの豆知識、エピソードなどを募集紹介します。またこんなことでお財布がピンチなどのお悩みも同時に募集、パーソナリティが解決してくれるかもしれません。おきつさんの雑学が光るぜ。雑学で再建しますか。お願いします。はい。こちら原告ネーム春はあけぼの、僕はのけものさんからいただきました。ありがとうございます。僕は大学生で一人暮らしになってから節約をするため自炊を始めました。素晴らしい。ズバリ節約のためには豆腐ともやしを使うことが大事です。2つとも安い上にかさが増えるので、いつもの料理に豆腐ともやしを加えるだけで安くお腹いっぱいになれます。素晴らしい。おお、素晴らしい。僕は好きですよ、もやし。栄養も価も高いですからね。そうですね。うん、なんで。どうしたの。なんか雑学言いたくてうずうずしてる。あ、ないです。あ、もやしを保存するときは袋に穴をプチって開けとくと長持ちするんで、はい。
呼吸をさせるんですね。呼吸をさせてください。なるほど。親父の呼吸をさせてください。はい、もう。カッツ川原さんもすごくうなずいてる。はい。じゃあ次いて。はい、原告ネーム、ドラゴンさんからいただきました。ありがとうございます。僕のスマホの充電節約術は、うん、使わないときは電源を切るか、うん、機内モードにすることです。電源を切ることができないときは機内モードにすることでバッテリーの消費を抑えられます。すぐ使うときには機内モードにして会社の休憩のとき以外は電源を切るようにしています。他にも機内モードのメリットは充電しているときに機内モードにすることで充電が早く終わります。ほう、へー、これ知らんかったです。確かに充電中にもするといいんだ、うんうんうん、確かにしたことなかった。ないですね、うん、あとね、うんうん、あれ位置情報をオフにしとくと電池の持ちいい。あ、なんかそれは聞いたことあります。うん、うんうん、GPS そうなんですよ。 GPS 切ってどこへ行くんですか。まあちょっと両手に話しながら。あー、後ろに気をつけろ。あ、ガチ。いやでもね、いやバッテリーは本当もうだ、うん、スタジオって意外とね、電波が悪い状態になることが多いから、ね、ここで機内モードにしておくと本当に1日の持ちが全然違う。うん、確かに。あるんで、これはぜひ活用したいところですが、はい、さあお待ちしておりました。どうしたんですか。おきつさんの節約術あるいは浪費癖についていろいろ聞きたいな。だいぶ怪しいこと言ってる今。節約術ですか、浪費癖ですか。浪費癖でも僕おもちゃ大好きなんですよ、うん、おもちゃ大好きで、おもちゃ大好きで、いろんなおもちゃ大人のおもちゃも子供のおもちゃもいろいろ持ってる。やめろ。なんでだよ。振ったのは俺だけどごめんなさい。対象年齢15歳以上のおもちゃはもはや大人のおもちゃでしょ。そうですね、うん、まあだからいろいろあるんですけど、うん、1個買って2個目を買ったら絶対3個4個と増えていくんで、うん、お気に入りのものを1個買ったらもうそれでストップ、または入れ替えていってください。ああ、貯めていかない。もう2体揃ったらこいつとこいつが並んでるとこにこいつがいないのがかわいそうじゃないかみたいな感じで、うん、どんどんチームが増えていきますんで、うん、1体で我慢してください。なるほど。それを我慢するために、うん、なんかどういう心持ちでいれば。我慢はできません。どういうことだよ。私は我慢ができないから偉いことになっておりますけれども。あ、なってんの。なるほど。浪費癖があるからこそ皆さんに注意喚起しておきたい。なるほど。これからフィギュア道に足を踏み入れようという人は一つで止めておきなさい。じゃあこの節約術本当に使えるかはわからないってことですね。まあね、一歩踏み込んじゃったらもう抗いがたい誘惑が待ってますから。なるほど、はい、やっぱね、そのアクリルフィギュアもね、はい、こちらですね、並んでますけども、はい、そこに相馬さんたち、相馬さんはいないんですよ。相馬さんいないんですよ。でもここに4人女の子たちが並んでますけど、やっぱ相馬も並べたいなってなっちゃうわけじゃないですか。なるほど。そしたら4体が5体ってあっという間になるわけじゃないですか。そうですね。でもぜひ原告のグッズだけは買ってもらって。そうですね、ぜひ原告のグッズだけにしていただいて。そうだけにしていただいてね。そうです、今回はね、はい、町民の皆さんは、あ、そう、庁舎の皆さんはね、だから王国の話なのに町民ですごい。そうね、まあ、おきつさんという名の先代のね、先人の知恵ということで、皆さん踏み込みすぎないように、はい、気をつけましょう。はい、はい、ということで以上、今回は現実主義庁舎の家庭再建記をお届けしました。各コーナーへの投稿よろしくお願いします。お願いします。現実主義勇者の王国再生期原告ラジオ。さて、原告ラジオ第7幕、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さようなら、バイバイ。待ってください、まだちょっと、まだちょっと早い、まだですね、失礼しました。はい、番組では引き続きリスナー聴者の皆さんからのメールをお待ちしております。アニメの感想や出演者へのメッセージ、各コーナー宛ての投稿お願いします。詳しくは番組ページの投稿フォームを参照してください。番組ではメールを読まれた方全員にラジオ番組ロゴのステッカーをプレゼントします。ステッカーを希望される方は投稿される際、投稿フォームのステッカー希望欄にはいのチェックを入れてください。またお送り先の郵便番号、ご住所、ご本名、連絡先の電話番号の記入をお忘れなく。原告ラジオはキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにて配信中です。毎週金曜日正午配信、次回の配信は8月27日金曜日の正午となります。忘れないようにカレンダーにメモしておいてください。金曜お昼は原告ラジオ。最後にゲストのお知らせ。
前回もお伝えしましたが、次の次の回第9幕にがっかりダークエルフこと、うん、アイシャ・ウドガルド役長谷川郁美さんが遊びに来てくれます、はい、お楽しみに。そしてお聞き逃しなく。そして、おきつさん、オープニングで水中さんこと水中さんから、はい、はい、質問にお答えいただいたと思うんですけれども、はい、おきつさんから次のゲストの長谷川さんに何か質問はございますか？いや別にないですよ。おいおいおい、ここで言い方。いやいや、でもほら今回ちょっとみんな一緒に収録できなかったからこそ、ああなるほど、キャスト同士の仲をこのラジオを通じて深めていきたい、そんな企画でございます。ああなるほど、そうですね、うん、じゃあ長谷川さんはがっかりダークエルフなんてこう、うん、ちょっと寂しい称号を得てますけど長谷川さんが思ってたエルフのイメージってどんなイメージですか？おお、っていうことでどうでしょう。素晴らしい、いい質問ですね、うん、最近いろんなエルフがいますからね。そうですね、どんなイメージを持ってるのかっていうのを聞きたいですね、はい、うん、わがっかりな回答しないようにお願いしますはい、ゲストは今後も決まり次第告知しますので、はい、ツイッターアカウントをお持ちの方はアニメ現実主義勇者の王国再建記の公式アカウントをフォローしてチェックしてください。お願いします。はい、そして明日8月21日から順次アニメ現実主義勇者の王国再建記第8話森メイドウスが放送配信されていきますけど、森、はい、メイドウス、はい、メイドウス、こちらアイーシャの故郷であるジンゴの森に未曾有の危機が訪れる、うん、長雨で地滑りが起き集落の半分が飲まれたというのだ。なんと、被災者の生死を分けると言われる72時間の壁が迫る中、ソーマたちは必死の救護活動に挑む。はい、そうなんです、アイシャの故郷である森がちょっと大変なことになり、ね、うん、まあ、どうにかして救おうとみんなして動くんですけれども、うん、もうすでにね、こういった、危機が訪れた後なので、うん、まあいろいろ思うことがあるわけです、ソーマも、うん、思うこと、思うことがあって、うん、まあ、ここでまた一つ国王としての、はい、自分の考えというか、うん、そういうものをちょっと改めるという、結構決意を固めるという意味では重要な話数になってるから。こっそり泣いちゃいましたよ。本当ですか？こっそり泣いちゃいましたよ。どこら辺でですか？それは言えないけど。あ、あれですかね、道を作ってる金軍の人たちですかね。金軍の人たちそうですね、そこら辺の頑張って、頑張って道作ってんなって思う。はい、そうなんです、うん、おきつさんが泣いたというその第8話エピソード楽しみにしていてください。楽しみ、はい、そして原告の公式ツイッターではオンエアに合わせた感想ツイートキャンペーンを実施します、はい、第8話に合わせてハッシュタグ原告アニメハッシュタグ第8話感想とつぶやいた方から抽選で5名様に、うん、今おきつさんが持ってますオリジナルノベルティーうちわをプレゼントします。涼しい、うん、しい。詳しくは原告の公式ツイッターをご確認ください。ください。はい、さらに先週公開されましたリーシアとトモエの書き下ろし夏イラストを使ったクリアファイルを抽選で10名様にプレゼントします。わお、こちらも詳しくは原告の公式ツイッターをご確認ください。ださい。アニメ現実主義勇者の王国再建記第8話お楽しみに。お楽しみにです。さて原告ラジオ第7幕、沖津和幸さんをゲストにお迎えしてお届けしました。じゃじゃ、沖津さんえ、どうしたんですか急にガチャガチャってなっちゃって。いや、ちょっとどうしたんですか陛下。いや疲れたなと思って。嘘でしょ嘘でしょ、ここは楽しかったなっていうところじゃないですか。いやいや陛下、今までのラジオで、陛下私の前でそんな今までのラジオで一番疲れた。え、そうですか。いや楽しかったですよ。萌えさんどうでした？いや緊張してたんですけど、楽しかったです。あ、よかったです。ほら萌えさん、沖津さん話したことないんですよっていう風に前回の収録の時にスタッフさんにお話ししてたら、優しくて面白い方ですよっていう。そうですね、そうですね、僕の変なところをご存知になって本当に言葉通り楽しませていただきました。こちらこそ本当に楽しい。ありがとうございます。ありがとうございました。陛下なんか疲れてるみたいな。いやいやいや、後でちょっとね、優しい言葉でもかけて差し上げてください。はい、あなた無茶振りされてる気をつけなさい、はい、ありがとうございました。はい、本当に楽しかったです。ありがとうございました、はい、ということで、現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ第7幕はここまでです。お相手は相馬和也役小林雄介と、巴犬役加原萌えと、白役恩民役沖津和幸でした。第8幕に続く。来週の原告の時間をお楽しみに。現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ、この番組は原告制作委員会の提供でお送りいたしました。